俺はね、ほんと買ってよかったなと。スニーカーも買ってきたんですけど、ダントツおすすめなスニーカーになってます。第1位は。こんにちは、てるです。本日は、2024年上半期、買ってよかったもの、7つ紹介します。ということで、皆さん、もうね、7月上旬なんですけど、もうすでに2024年半も終わってます。どうでしたか ?2024 年前半戦。僕のお話ちょっとすると、今まで生きてきた中で一番早かった半年、ほんと5月始まって気づいたら終わってて、みたいな。で気づいたら6月落ちても7月入ってるみたいな、本当に一瞬でもなんかなぜか毎日充実してるっていう、してるから早いのか分かんない、なんでか分かんないですけど、とりあえず今年はすごく早いという僕のお知らせでした。はい、まあ本当ね、僕としても今年4月に個人の法人を登記して、 SNS 以外のこともねバタバタとしながら、シンスという年間数億円のねブランドのディレクターをさせていただきながら、今年はさらに事業をね他で2個増やして、個人としてもブランドとしてももっともっと大きくなっていけたらなと思う準備段階の半年でした。本当にね、いろんな周りの方に支えられてなんとかこの半年乗り越えられたんですけど、その中でも今年も物買いましたね。たくさん半年間めっちゃ買ったね。で今日はファッション系のもうほんとめちゃくちゃ着てるものと、まあシューズだったり小物、アイウェア、香水だったり、少しねちょっと幅広く用意しました。まあっていうのも髪型変わったり雰囲気変わったり服装も変わるじゃないですか。そうだね。っていうのでまあ服装も大事なんですけど、それ以外も大事だよということで、今回幅広く2024年上半期買ってよかったものを7つ紹介していけたらと思います。ぜひよかったらね、この動画も最後までご覧ください。はい、ということで、今回ちょっとランキングじゃないので、7つもう全部良かったので、ということで、まず1つ目。まあ、一番目立ってるこの子からいきますか。こちらです。アクネのデニムですね。もうね、これ、結構僕の印象強いんではないでしょうか。結構履いてますね。アクネのデニム欲しいなと思ってて、ちょうどね、オンラインでもともとこれ狙ってて、直接店舗行って履いた時に、もう、すごく良かったと。このオイルのね、加工感だったりとか、このサイドにダーツが入ってるんですよ、これって。もうシンスもそうですけど、シンスとかもこの横に、サイドから内側にダーツを入れて、こう膝を膨らませて、より立体感があるようなシルエットを作るんですけど、このアクネのデニムはここにダーツが入ってるんですね。デニムのシルエット自体もワイド、なんならバギーパンツなんですけど、さらにね、ここの横を出すことで、もうバギーの極太デニムのシルエットになるんですよ。薄いね、水色のベースにこのオイル加工がされていて、水色が奥にあるけど、前にこうオイル加工されているブラックが出てくるので、立体感があって、かっこいいなと思って一目惚れした。デニムになってます。秋冬も全然活躍しそうだよね。秋冬もいけますね。カジュアルのトレンドが来ていて、もうみんな多分シンプルなデニムを持ってて、そういった時にやっぱこういう白のデニムとか、それこそグラデーションデニムとかブラストもそうだと思うんですけど、少しね一癖二癖欲しいなって時に重宝してるので、デニム探してる方アクネ見てみてください。アクネって結構それこそ小物系とかバッグとかも有名だと思うんですけど、デニムから始まってるブランドなので、すごくねデニムがやっぱいいんですよ。シルエットが綺麗、とにかく去年とかはオーバーサイズが結構主流だったりして、で今年はちょっとこうトップスはタイトになってきてね、タン丈とか、まあ、タックインするとかもあると思うんですけど、タックインするのもすごくいいんですけど、そもそも着丈の短い T シャツとかをこうラフにこう雑に着て、タン丈の T シャツにこういったワイドの少し癖のある、それこそグラデーションデニムとか加工感のね強いデニムと合わせたいなと思っていて、まあ、それこそシンスでもね4月中旬である T シャツとかも丈短めだったり、あと洗ってねタン丈にして着ることもできるので、ガシガシ洗って少しクタッとしたぐらいがね着やすくてかっこいいんですよ。そういうのにこういうデニムを雑に合わせて、足元はまあボリュームある、まあ、スニーカーだったりブーツとかで合わせたいなと。女性からも受けいいっすよね。いいよね。うん、女性からも評判良くて、履いててテンション上がるって一番最高だと思うんで、ぜひよかったらアクネチェックしてみてください。このねデニムを実家に履いて帰ってたんですよ僕。はいはいはい。そしたらおばあちゃんに、おばあちゃんめちゃくちゃ汚れてるよと。はいはい。本当ね、そういうおばあちゃん世代、僕のおばあちゃんももう80、90とかなんで、からするともうそう思われるし、しかも太すぎないみたいな、何個も足入んないみたいな。多分ね、僕をね昔から見ていただいてる方はすごいシンプルな服が好きで、こういうなんかもう白のデニムとかオイル加工なんてしないでしょうとか、太さもこんな太いパンツ履かないでしょうってイメージある方多いと思うんですけど、やっぱりね年取るとね感性変わるんすよ。ばあちゃん心配しちゃうよ。心配しちゃいますよ。もうでもすごい気持ちわかるんですよ僕も、うん、だって1年前2年前、りょうさん僕これ絶対履いてなくないですか。絶対履いてない。だからこそなんかよく DM とかでもいただく、てるくん僕最近系統決まんないですとか、着たいもんめっちゃ変わって副代めっちゃかかっちゃいますって方多いんですけど、変わって当たり前だし、逆に変わることでどん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 成長していける、服にとらわれず見てて美しいと思うもの、感性も変わってくると思うんですよ。前までだったら花もらってもなんか別にいいかなと思ってたけど、最近お花もらったら超嬉しいし、ちょっと自然見ると綺麗だなとか、癒されるな落ち着くなって思うようになっちゃって、変わってくるんですよね人って。なんかぜひ自分がいいなと思ったものをぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで2つ目はこちらです。
じゃあジオフレイマン、フロートエマルジョンですね。スタイリングクリームです。これはすごいなんかボロボロになってるんですけど、これ僕の管理が悪いんですけど、めちゃくちゃいいです。3月に卒業したんですけど、大学その卒業式の時にもつけてたスタイリング剤でめちゃくちゃ効かれまくりました。これなんか今日もつけてるんですよ。これ自然だね、すごい。そうです、なんかヘアオイルつけてんのかなぐらいの感覚でつけれるんですけど、やっぱヘアオイルより持ちもいいし、ツヤ感もなんかナチュラルなんですよね。女性にもすごくおすすめのスタイリング剤になってます。しかもチューブタイプっていうのは持ち運びできる、持ち運びしてるからちょっとこれボロボロになっちゃってるのもあるかもしれないんですけど、今日もねこのちっちゃいバッグでも来たんですけど、このバッグにねこうやって入れてきたんですよ。これ結構流されるじゃないですか。でも意外とこういうバッグ普通にポコッと入って閉めて箱なんで、もうぴったりなんですよ。これおすすめな方としては、こういうナチュラルな髪、パーマとかじゃなくてナチュラルヘア、サラサラだったりとか、まあ普通の地毛の方、それこそこの鉢が張りやすいって方も、ドライヤーでもちろん大事なんですけど、抑えるのは抑えてからこういうのつけるとより頭もコンパクトに見えて顔も小さく見えるので。香りってどうなの？香りが、いやほんとね、スタイリング剤かぎりです。ほんと なんだろう、めっちゃいい匂いではないんですけど、何の匂いもないです。若干柑橘っぽい。ああ確かに若干柑橘かも。そうですね、なんかみかんっぽい匂い。スタイリング剤はできるだけ匂いがそこまで強くないものの方が好きなので、そういった面でもこれは香水の邪魔しないので好きです。で3つ目なんですけど、3つ目も香りものそのままいきます。もしかして気をつけてる？つけてます。いつもと違う香りがしたから。おえどうすか、その何も言わず、今何も言いません、匂い言わないんですけど、花っぽい。おお、えいい匂いですか？女性とかも全然好きそうな。ああそうですね、男女系いいですね、うん、僕が気をつけてたのはバイレードのローズですね。ほぼ毎日使ってます。匂いが強すぎないというか、優しいバラの香りなんで、今日も暑いんですよ。もう何度今日35、6度ですか、もうやばい暑いんですよ。でこういう時にちょっと重い香水とか甘い香水つけると気持ち悪くて仕方ないんですけど、これつけると体感温度2度ぐらい下がります。なんでこう本当夏専用ではないですけど、もう暑い日香水重いし、でもなんかいい匂いつけたいし、テンション上げたいし、周りからいい匂いと思われたいしって方にぴったりの香水ですね。バイレードってどこで買える？バイレードは僕トゥモローで買いました。これはい、トゥモローランドで渋谷の。しかもそのサイズ感もいいね。そうっす、これ持ち運べるし、これめっちゃいいっす、軽いんすよ。これでね12ミリですね。2ヶ月から3ヶ月ぐらいは多分持つと思います。他の香りもあるのでぜひよかったら見てみてください。はい、ということで続いて小物で、まあもうこれはこの中でも結構上位ですよ。出ました、こちら僕の第2の顔のギュパールの、GP17 ですかね、 GP17 っていうのかな、17っていうのかな、うんうん、です。これですね。これよくつけてたね。結構よく質問いただくのが、僕アイウェアだけでももう何十万多分使ってると思うんですけど、その中でも多分僕が今後一生1個しかかけれませんって言われたら今はこれかなっていう、まあ多分変わると思うんですよ、これもね。アイウェア絶対変わると思うんですけど、今は今年はこれ、上半期だったらこれ。前髪上げてる時結構ねほぼ毎回かけてんじゃないかってぐらい、もはや前髪上げててかけてない時の自分の顔が恥ずかしくなるぐらい、なんかアイウェアだったら落ち着くんですよ。色味もよくてちょっとこうグレーっぽい青っぽい感触が入ってるんですよ、うん、これはあの下北のねダメージゾーンっていうお店で買ったんですけど、その時にちょっと青くてレンズが、うんうん、で青いレンズって少しこうやんちゃっぽいような印象あるじゃないですか、はいはいはい、あるね。でまあいざかけてみますよ、こうやって、あらハマったと。ハマりました。これめちゃくちゃいいじゃんってなって、ギュパール特有のこの幅の狭さで、僕顔ちょっと狭めなんで、横顔狭めにはまるっていう感じで、ここが縦が長いじゃないですか。そう、ね、横狭くて縦長いんで顔がちっちゃく見えるんですよ。ここの面積もこんだけしかなくなるっていう。シンプルな服装をするのも多いので、うん、シンプルな服装でもアイウェアかけることで雰囲気がグッと出たりとか、かけるだけで一気にね、僕童顔なんですよ。童顔なんでアイウェアかけるだけで一気に大人っぽくなるんですね。童顔でシンプルなのばっか着てると子供っぽく見られたりするじゃないですか、うん、そういう時にこうアイウェア1個かけたり、まあ、アクセサリーもそうなんですけどつけてあげることでだいぶ雰囲気変わるので、ぜひねそういった方、探している方はギュパール見てみてください。はい、ということで次5つ目行く前に番外編いきます。番外編、はい、番外編でこの靴下ですね、くたってますもん、履いてるんですけどすごくいいって話をしたいですね。今年それこそショーツがトレンドじゃないですか。しかも今日ももう暑いので、暑いで僕も今日もショーツなんですよ。暑い日に一度ショーツを履いてしまうと楽さ、涼しさ全然違うなと、長ズボン履いてる時と。そういった時に、まあ、靴下僕いつも使ってるねユニクロとかでもいいんですけど、靴下を見せれるっていうのはなかなかないですし、シンプルなのもいいけど少しこうデザインあるの欲しいなと思って、これをね H で買ったんですよ。はいはい、
H で2足黒もよく履いてる方あるんですけど、これを買ったことでショーツ履くのが楽しくなって、ショーツ履いた時に靴下がしっかりデザインあってかっこいいとやっぱりテンション上がりますし、スタイリングもまとまるんですよ。なので本当にね、今年の夏多分ショーツ持ってる方、買った方多いと思うんですけど、靴下まではちょっと目をつけられてなかったなっていう方、こういう少しデザインのあるショーツチャレンジしてみてください。 T シャツとかと合わせたよね。あー、シンプルなスタイリングに、でしかもこれ良かったのが生地も良かった、ちょっと肉厚なんですよ、すぐダメになんないっていう。値段もね、それこそまあユニクロよりは全然高いんですけど、その分だけ生地もしっかりしてるので買ってよかったなって僕は思ってるので、ぜひね皆さん迷ってる方いたら見てみてください。はい、ということで5つ目こちらです。じゃん、ね、ということでこれですよ、新ヤコヅカの MA1 ですね。形は、まあ、すごい派手なアウターなんですけど、まあ、それこそさっきのねこのアキュラのデニムじゃないですけど、うん、ほんで1年2年前の僕だったら、なんでそのアウターに落書きしてあるのを買ってるんだと、これにもう10万も払うのはやばいんじゃないかと思ってる方もいると思うんですよ。でもね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。一言でこれの良さをちょっと言わせてください。あ、どうぞ。袖のところがギャザーになってるんですね。おー、ほんとギャザーになってるんですよ。お、すごいすごい。そうです、このパターンも面白いなっていうのと、それこそ僕ユニクロとか GA でファスナー言うじゃないですか、安っぽいよって。だからこういうことなんですよ。これが良くて、このちょっと大きめのしっかりとしたファスナーで、なおかつ、まあ、僕大好きなこのダブルファスナー、 MA1 って意外とダブルないんですよっていうのと、さらに面白いのが MA1 って基本的に前後ろの丈一緒じゃないですか、まあ普通に、まあ何でもそうだと思うんですけど、これ後ろのがめちゃくちゃ短いんですよ。極端にだいぶだね。だいぶ短くて、前は少し短丈だけど後ろよりは少し長くて、キックバックが強めなんで、うん、内側に折り返すこともできますし、ダブルファスナーで開けてスッキリさせることもできると。ちょっと今一回着てみて。着てみます、うん、はい、今着てみたんですけど、どうでしょうか。結構短丈だね。結構短丈なんですよ。後ろやばいっすもん。うわ、すごい。だいぶこう上がる感じで、それこそこういうワイドなデニムと合わせて短丈に着て、折って着ることもできるし、こう開けて着ることもできるっていう感じ で腕もね、しっかりここがね、キュッとなってるので、たまるんすよ。たまった時にこのギャザーのね、良さが出るんですね。ここ、後ろわかります？袖に向かってこうギャザーがガーッと。はいはいはい。しかもこのデザインなんですけど、うん、全く同じのないんですよ。あ、違うんだ全部。もうちょっとずつずれてるんですよ。だから、同じ商品を着てる人も、ここにこの文字は入ってないしとか。個人的にお気に入りは、ここにね、家があるんですよ、家が。あ、家ってか、建物みたいな。そうです。この建物が個人的に好きです。それだけ。それだけ。それだけを見せたかった。白のね、それこそこう透け感あるものがトレンドじゃないですか。うん、もう透け感あるものに、いい意味でこう子供が落書きしてるような、この新ヤコヅカ独特のね、デザインがあって、施されてて、かなりお気に入りです。ポケットも透けるんだね、今。ポケットも透けます、これ。へ、やばいっすよね。はい。で、こんな感じでリバーシブルにもなります。リバーシブルだ。なんでまあ、10万ぐらいになったんですけど、まあ実質5万っすね。一応そのね、公式にもリバーシブルと書いてあったんですけど、ファスナー閉めれないんですよ。羽織れるけど、閉めれないよっていう。僕もシンスで今、リバーシブルの服初めて作ってるんですよ、うん。で、リバーシブルの服ってダブルファスナーできないんですよ。あ、そうなんだ。作り的にできなくて、ダブルファスナー諦めるか、ダブルファスナーにしてリバーシブルやめるか、もしくはリバーシブルだけど、片方はファスナーを使えないか。どっち側もうさらっと羽織る感じ。そうです、もうさらっと羽織る感じ。ほんと一気にシンプルになって、うん、でもこの新ヤコヅカのね、タグとかが出てくれるんで、あと新ヤコヅカのこの交渉的な出てくるんで、シンプルだけど少しデザインのあるアウターになってます。はい、ということで6つ目はじゃん、ということでヒアーズですね。上の方っていうの、指の方分かりにくいか、いつも2連でつけてるんですよ。こっちです。買ってから週4、5、6ぐらいつけてるんです、ヒアーズ。でこのシンスのこの面のあるのと抜けのあるヒアーズ、この2連でつけてて、重厚感あるけどしっかりと抜け感もあるみたいな。価格もね、6万円ぐらい、6万円、7万円ぐらいかな。シルバー級にもって本当にやばいんですよ。もうシンプルに為替やばすぎて、もう円安じゃないですか。シンスのこのイヤーカフとシンスのピアスもシルバー級にもなんですけど、うん、作った当時のコストと今のコスト全然違うんですね。でそこに加えて工場で作る人の人件費も高くなっちゃうじゃないですか。うん、シンスのイヤーカフ、シルバー級25で5500円って異常ですから、ね、コーティングじゃなくてオールシルバー級25なんで、ぶっちゃけこのぐらいのボリュームあったら6万7万でもなんなら安いぐらい。しかもこれ毎日使えるじゃないですか。アクセサリーはもう1年中使えちゃうからね。そうです。なんでそれで費用対効果でいったら超いいと思うんですよ、うん、俺はね、ほんと買ってよかったなと思いました。そう、ヒアーズね、僕ネックレスとかも2つ持ってて、ルプタイと GEN 持ってるんですけど、本当にね、使いやすくて、自分への誕生日プレゼントとか、まあ友達の誕生日プレゼント、彼女、彼氏さんへのね、プレゼント、アクセサリー探してる方いたら、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでラスト買ってよかったもの、こちらです。
はい、まあ最近紹介してるスーパースターですね。今日僕ボアテックスのを履いてきてまして、両方とも買ってるんですけど、こっちはねシンスのブランドの EC の撮影用に購入したんですよ。もう一個は僕のプライベートで買って、まあ、両方ともいいので、それこそ前回紹介したあの動画をね見ていただければなと思うんですけど、これがねワイドボトムスだったりショーツに異常に合うんですよ。この辺にコーデバーって乗せてくるんですけど、もうこんなにコーデ組める、1万円台でね購入できるので、やっぱニューバランスと比べると歩きやすさとか少し劣るんですけど、履きやすさ歩きやすさ劣るんですけど、それ以上に価格が安かったり身長漏れたりだとかスタイリングの合う幅っていうのはアディダスの方が高いかなと僕自身思ってるので、本当黒スニーカー買うなら一足まずこれかなと。今年のね上半期もねスニーカーも買ってきたんですけど、その中でも結構ダントツおすすめなスニーカーになってます。本当詳しくは前の動画で詳細説明しているので、見ていただければなと思います。本当に買ってよかったなって思うのはやっぱ汎用性が高い。さっきの靴下もそうですし、もちろんこういうのとかも衝動買いだったりとか、うわいいな一目惚れで買ったのもちろんこうやってランクインしたりとかするんですけど、やっぱり全体的に見るとね一年中使えていろんなアイテムに合うとかするものがね重宝してるなっていう印象高いので、皆さんもぜひ買い物するときはそういったことを意識してみてください。はい、ということで今回は僕のね2024年上半期買ってよかったもの7つということで、いかがだったでしょうか。もしね、皆さんが2024年買ってよかったもの1つでも2つでもいいので、ぜひねコメント欄に書いてね、皆さんにもシェアしていただけると嬉しいです。僕もねすごく気になりますし見たいので、服でもいいですし靴でもいいですし香水でもアイウェアでもぜひ教えていただけると嬉しいです。コメント返します。この中でさ、はい、1個に絞ってくださいって言われた。ベストワンエグイ2択なんですけど、デニムかアイウェアっすね。あ、そこか。この2強どっちむずい。第1位はデュパールですね。これかな。これは一生ものな気がする。流行りとかなさそう。ないっすね。多分それこそ僕がどんな髪型になってもハマるだろうなって。今髪襟足伸ばしてるんですけど、伸ばしても多分つけますし、パーマにも合うしシースルーマッシュにも合うんですよ。まあ、本当どんな髪型にも合うっていうので、これは間違いないですね。これ最後まで見ていただいてる方はかなりこうコアな方だと思うので少し聞きたいんですけど、僕自身本当にね冒頭でも言ったんですけど、この上半期人生で一番早かったんですよ、もう怒涛だったっていうのもあるんですけど、どうでしたかっていう、なんかどんな半年だったかっていうのを聞きたいですね。皆さんにとって、例えば社会人になってとかね、初めて大学生になってとか何でもいいんですけど、ぜひねコメントに書けることだったら、まあ、相談、人生相談でもいいですし、こういうことがありましたって報告でも嬉しいです。ぜひよかったらねたくさんコメントでお話ししましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。That's why they love to jack the style like it's on a civic. I will never pull the strings like an oligarch. I do my dance at the club with the lonely hearts. Watching all these little men try and be Bonaparte. To make the rest of us.